さあ本日は G 行為によって身長は伸びにくくなるのかを脳波を使いながら徹底解説をしていきます。これは男なら誰しもが持つ疑問ですよね。 G 行為によって身長が伸びにくくなってしまうんじゃないかっていう部分ですね。まあ、よくネットとかで言われているのが G 行為で精子を出すことによって精子と一緒に成長ホルモンだったり亜鉛とか身長を伸ばすのに必要な栄養素まで抜けてしまうんじゃないかっていうことですね。この部分を論文を使いながら徹底解説をしていきます。今回お伝えする内容はよくネットとかで言われている体験談とは違いまして、数百数千人規模で行われている研究をもとに解説をしていきますので、信頼度としてはとても高いものになります。いつものことながら参考にした論文は説明欄に貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。それでは早速いきましょう。先ほどもお伝えしましたが、 G 行為によって身長が伸びにくくなるんじゃないかっていうのは、精子に含まれる栄養素やホルモンが行為によって体から抜けるから起こるものだというような話がありましたが、実際のところ科学的に見ると精子にはどういう成分が含まれているのかと言いますと、これですね、2018年のゴレスタン医科学大学と1986年のノルウェーの研究で明らかになっています。この2つの研究から精子に含まれる成分が明らかになっていまして、その成分の内容としましては、フルクトース、酸性ホスファターゼ、クエン酸、亜鉛、マルターゼ、テストステロン、プロスタグランジン E、プトレシン、スペルミジン、スペルミン、マグネシウム、銅、鉄ということで、あんまり聞き慣れない成分なんかもあるかと思いますが、この中で身長に関連している要素としては亜鉛ですね。G 行為によって亜鉛が体から抜け出てしまうっていうことですね。以前の身長を伸ばす7つの科学的方法でも解説をしましたが、亜鉛が不足してしまうということは身長が伸びにくくなってしまうということなので、この部分から G 行為をすることによって身長が伸びにくくなるっていうことにつながっていきます。じゃあ G 行為をやめようっていうふうには思わないでくださいね。ここで気になるのがどのくらい亜鉛が抜けてしまうのかですね。 G 行為によって本当に大量の亜鉛が抜けるのかっていう部分になります。これは人それぞれ個人差はあるんですけれども、だいたい1回の G 行為で抜ける亜鉛というのは 1mg というのが大変のデータになります。 1mg といえば刻み昆布 2.5g ほどなので大した量ではありません。焼き海苔を1枚食べると 3.6mg の亜鉛を摂取することができますので、 G 行為をしたら海苔1枚食べれば全く問題はないということですね。なので結論としては、 G 行為をしたとしても身長が低くなるのには繋がってこない、そして G 行為を我慢したとしても身長は伸びないっていうことですね。逆にストレスを溜めてしまうということは成長ホルモンを出しにくくなってしまいますので、ストレスを溜めてまで G 行為をやめる必要はないっていうことなんですね。では最後にコメント欄でよくあった質問を深掘りしていきたいと思います。身長に重要な亜鉛を取るための方法ですね。質問でも多かったサプリメント問題です。もう早速結論なんですけれども、身長だけを考えればサプリメントは一切必要ありません。これはサプリメントの品質という問題ではなくて、摂取量という部分で全く必要はないということなんです。厚生労働省が出している亜鉛の1日の推奨量というのがこのグラフになります。9から13歳では 8mg、 14から18歳の男性では 11mg、 女性では 9mg、 18歳以降は男性11、女性 8mg というような感じですね。体の発達、まあ、要は身長という部分ではこのくらいの量の亜鉛を取ればいいので、サプリメントは全く必要ありません。正直普段お肉を食べている方であればプラスして焼き海苔1枚くらいでこと足りますし、お肉や魚が苦手で、まあ、あんまり食べれないという方は焼き海苔を4枚くらい食べれば体が必要としている亜鉛は摂取することができます。焼き海苔は 3.3mg の亜鉛が含まれていますので、海苔で亜鉛の量というのを調整してもらうのがいいかなと思います。私の場合だと身長というよりは脳機能を中心に考えていますので、以前の放送の脳機能を上げる10の方法でもお伝えしましたが、25から 50mg の間の亜鉛を摂取しています。このくらいの量を取ろうと思うと全部が全部食材だと大変な日もありますので、サプリメントで補充しているっていうような感じですね。国では 40mg を超える亜鉛というのは体に悪影響だよとも言われていますので、無理に亜鉛はサプリメントで取らずに食材で取るようにしてください。以上が亜鉛に関してよくあった質問の回答ですね。では最後に今回のテーマのまとめですね。身長を伸ばすためには G 行為をやめることは必要ありません。科学的に見ればストレスホルモンも減りますし、テストステロンという男性ホルモンも G 行為によって増えることが分かっていますので、まあ、どんどんやってもらっても構いません。ストレスをためずに体をいたわりましょう。それでは。このチャンネルでは論文や本をベースにして生活を豊かにする情報を放送しています。週末、金土日の夜7時、ぜひご覧ください。あとグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。